でもさ、私んとこさ映ってない。皆さん、私の声聞こえてます？ 声聞こえてますか？音だけ聞こえる。あ、来た来た来た。聞こえてますか？声。聞こえる。声聞こえない。なんで？声聞こえない。どうしようどうしようどうしよう。聞こえてますか？あやさんの声聞こえないんですけど。あやさんの声聞こえない。どうしよう。もしもーす。どうしたらいいんだろう。聞こえ、私の、あやさんの声聞こえない。どうしよう。もしもーす。あれ、こっち。待って、あやさんの声聞こえない。ひかるちゃん。どうしたらいい。私、あやさんの声聞こえずに会話しちゃうんですけど、どうしたらいいんですか、皆さん。じゃあ、私が、全部質問、じゃあ、私が喋ったことを私、聞こえてない、あやさんの声。コメント欄で。音量切ってる？うん、切ってない。あ、聞こえたかも。あ、聞こえた？こんばんは。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。初めて。初めてリです。ッキーのことコラボ配信したの初めて。嬉しいです。一す人ご目。い。やっほー。仲良一 し人目、嬉しい。仲良しです。でもさ、なんか声さ、やっぱちっちゃいのかな？ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。なんか、嬉しい。初々しい絡みです。そうです。嬉しでも、いですね。この間さ、めっちゃさ、3時間ぐらい喋ったよね。喋りました。3時間ぐらい喋りました。気づいたら3時間ぐらい喋ってたんですよ。ずっと喋ってました。気づいたらもうめっちゃ夜だった。楽しかったです。でも声小さい。夜かな。仲良し。でも、ケーキの先輩の方だったら、あやさんが一番お話ししてます。嬉しい。公演一緒に出てないのに。でいも、私や、そも、うなんですよ。公演一緒に出てないんですけど、全然喋っ一たこ番とおしなゃいべから。り。ミクルちゃんと、あと、青木リカちゃんああ、はいがはい。一緒に話してくれるくらい。あとはあんま喋ったことない。珍しいです、もう、あやさん。ラーボール。あれだよね。エゴさんの話するよね。そう、3人喋るともきっなんかけ。かそう。自分の好きな人の話で盛り上がっちゃうっていう。相談、相談。なんか、そのリカちゃんは、この間、なんかずっとマヒコさんに好きっていうのを伝えるべきかっていうのをずっと迷ってて、で、この間会った時に、行っちゃいましたーって 言ってた。言っちゃいました。行っちゃいましたーって言ってた。そうなんですよ。みんな、自分の好きな先輩の話して盛り上がってました。からなんか、ミクルちゃんとかに、なんて話しかけたらいいですかみたいな。言って聞かれいる。やー、本当にどうやって話しかけていいか分からなくて、あやさんにいつも相談してます。全然頼りにならない相談を、いやい適やい当やいなや、返そ事んなしこかとでないきですよ。そんなことないです。でもいつもリカちゃん言ってます。あやさんと古畑さんの二人見て、私もああなりたいって。言ってました。マキコさん、でもめっちゃ嬉しそうだった。嬉しそうでしたよめっね。そうだっそうた。ななんんでか、すすよ。ごいニコニコしてた。なのにすごいリカちゃんネガティブなんで。面白い。本当に。仲良しです。そうなんですよ。一番お話ししてます。自分の足しか勝たんみたいなトークか。そうです、本当に。これあれなんだ、コメント、自分の方のやつにしか見えないんだ。多そ分、うなんですよ。そっか、なるほどね。じゃあ読もう、いっぱい。でも私もあれ、フォルダ作りましたよ。あ、本当に？私は、そう、なんか、奈緒さんのフォルダがあるんだけど、あれは、平野桃奈ちゃん？桃たんが須田さんのやつを作ってて、絶対作った方がいいよって言われて 作作っりたまんしで、おた。すすめしました。ミク作ルりましは、た。まだ全何然ちゃそんんな。と。
エゴさんとコラボ配信してたね。見た。ああ、しました。以前。しましたね。すごい。だって、そんな、もう仲良しじゃん。いやいやいや、そんな。そんなそんな。全然です。もっとお話できたらいいんですけど。でも、エゴさんが、全然目合わせてくれないって言ってた。いくらちゃんは全然。いや、未だにでも全然目合わせられないですもん。出た。かわいいもんね。ダイヤさんマジでパフォーマンスすごい。すごいです。本当に。6年、6人公演も見ました。え、そう。今度、あ、来てます、来てます。さんとさ、一緒。本当ですか？え、11日ですか？そう、11日。あ、見ますね。ミクラちゃんが緊張して喋りはけれないって言ってましたって。本当に緊張しちゃうんですよ、エゴさんの前だと。可愛いっていう単語しか出てこないんです、エゴさんの前だと。何、ね、何話したらさ、いいんだろうね。難しいよね。そうなんですよ。何が好きなのかなって思って。でも、エゴさんは、あざといから。あざとすぎませんか？ね。あんなにあざといのはもう。ガチ恋が増えちゃう。いや、増えちゃうと思います。悲しいですもん。悲しいです、ね。クルンのことよろしくお願いしますって。ファンの人から。優しい。ありがとうございます。キューピットになってあげてって。面白い。でもさ、なんか、異性のことをさ、はい、あんまり。絡んだことないから意外と先輩のこと知ってるんだなって思った。私なんて知られてないと思ってたもん。実機の。いやいやいや、知ってます知ってますよ。なんか前も話したけど本当にびっくりした、知ってること。知ってますよ。全然あんまだって関わらないもんね、本当に。そうなんです、あんまりね関わる時がなかったので。でも今回結構皆さんとお話しした。でもなんかみくるちゃんはコミュ力高いってなあやんが言ってた。そんなことないですよ。全然言ってた。嬉しいです。でもそれはでもあれじゃない、一番お互い最初の印象、お互い最初の印象、エゴさんとチュリさんが可愛いって言ってた子。そんな印象、なんかそれは、そんなめっちゃいい印象じゃないですか、そんな。それをなんか言ってて、うん、この子だと思って見てた。その、お仕事。そんな、エゴさんとチュリさんなんてもうそんな、大歓迎。めっちゃ覚えてる。嬉しい。嬉しいです。あやさんの第一印象は、うん、なんか女子力高そうな、おお、じゃあ、それはじゃあそのまま持っといていただいて。実際は、本当に。わかんないけど、そう思っといていただいて。お願いします。思っときます。はい、今でも思ってます。女の子。じゃあまだバレてない。思ってます、全然。まだバレてないんだ。第一印象。あ、でもツインテールの印象はありました。あ、そっか、ずっとツインテール。ジュキってさ、全員ストレートだよね。そうなんですよ、全員ストレートで。まだ全然ヘアアレンジとかできなくて。だって見て、もうツインテールすぎてこんなにハゲちゃった。言ってましたね。ツインテールばっかしてて。危ない。本当にハゲ。もうする予定はないんですか、ツインテールは。でもやっぱさ、ツインテールってさ、あれじゃない？なんていうの？たまにするとさ、レアみたいな、かわいいみたいな。ああ、ありますね。あれ、でもずっとしてるとやっぱ慣れてきちゃって、ツインテールしても何の感動も生まれない。なるほど。ちょっとやっぱやらない期間を作って、うん。やったらみんな湧いてくれるかな、みたいな。なるほど。やっぱアイドルのツインテールって見れるのやっぱ嬉しいですよね、好きな人の。いいな、ツインテールやれるようになりたいです。なんかやってる写真見たことあるよ。あ、写真？なんかリハの時とかはたまにやってるんですけど、今回のリハずっと変な感じだったりしてた。可愛かったですよ。プリキュアやってた。プリキュア
でもなんか可愛かったです。流行っててちょっと、他の子もやってたの。プリキュアヒアですか？SK 流行ってるわと思って。だからじゃあ私もいつか、うん、こうやりますね、うん、プリキュアヒア。ゴムあげる。可愛いやつ。はい、本当ですか？やりますじゃ。あやさん頼りになる。そうなんですよ。いつも頼ってます。頼りになること した？今。でもなんかやっぱお話聞いてくださるだけで頼りになりますよ。めっちゃびっくりした。なんかさ、10期ってやっぱ初めて、後輩初めてだし、うん、9期だからそんなこんなやつに相談してくれると思わなかったから、いやいや、しますします。何も言えなくて申し訳なかった。話して楽しかった。え、全然ですよ。聞いてくださっただけで本当いろんな話を。楽しかった。嬉しかったです。そうなんですよ。あやさんも K2 なんで本当に一緒に活動できたら嬉しいです。 K2 私研究生、羨ましいですもん。 K2 は本当に研究生のさ、最初の方の時からさ、意味もなくこうやって写真撮ってた。私は意味もなく、意味もなくそのポーズしますね。じゃあやっぱ、じゃあでもさ、小学ってわかんないよね。絶対行く。そうなんですよ。思ってても違うとこ行くことかもいる。うん。K2 がいいですね。面白いよね。なんか。ご飯も楽しかった。うん。でも結構あやさんにはアドバイスもらったりしたんで、どうしたらいいですかみたいな。アドバイス？なんか青春ガールズ公演の時もどうやったらいいですか、うん、みたいな。そうだ、みっちゃんとめちゃくちゃあたふたしちゃった。みたいな。でも教えてくださってすごい嬉しかったです。頼っちゃったんですけど、その時も。全然こんな人いつでも話しかけてた。嬉しかった。なんかだってさ、もうすぐ1年とか。そうね、そうです。そう考えたら全然関われてないなと思って。そうなんですよね、全然お話できてないので。公演とか始まったらね、アンダーとか、うん、あるから関わる機会もたくさんお話ししたいですね、先輩と。でも一番なんか喋ってるイメージ、先輩と。本当ですか？うん、写真も見たし。あ、写真は結構好きな、なんか結構いいですかってお誘いしたんですけど、でもやっぱ一番距離を縮めたいエゴさんには全然お話ししてない。でもさ、なんていうの、こうやって名言っていうの、月ってはい、なんかショールームとかブログとかメールとか言ってたらさ、意外と伝わるくない？伝わります。結構すぐ伝わってびっくりしました。そうなの。そうなの。だから気をつけて。すごいですよね。そう。早いと伝わるのが。本当に何でも伝わるよね。伝わります。だから、意外と、エゴさんもさ、絶対知ってる気がする。いやでもなんかあんまり言いすぎてなんかちょっと惹かれちゃうんじゃないか。わかる、めっちゃわかる。私だって何回もさ、嫌いになろうって頑張った。何回も嫌いになろうと思って頑張ってもう泣きながら生きてたけど、なんか無理だった。かわいいです、それは。無理だったからこれからも好きです、ごめんなさいって言った。めちゃめちゃかわいいじゃないですか、それは。からもうね、無理なんだよ、そういうな。待って、さっきリカちゃんも同じこと言ってたって。早い。諦めが早い。リカちゃんもね、重症なんでね、もうね、意外、めっちゃ意外。え、本当ですか？リカちゃんって先輩好き好き言いそうになくない？なんかイメージ、見た目イメージないですね、あんまり。だからびっくりした。マキコさん、マキコさんへの愛は本当にすごいですもん。ええー、
でもなんかさ、言うか迷ってたあたりがさ、ガチだよね。ガチです。結局泣きながら言っちゃう。泣きながら泣きながらなんか言ってました。面白い。5分に1回はマキコさんの名前言ってます。すごいね。でもさ、私もさ、絶対なんかあとちょっとしたらもう好きなのじゃなくなるんでしょみたいな、なおさんに言われてたけど、うん、気づいたらずっとだった。で、でもやっぱり先輩方はやっぱ思うんですね。どうせちょっとしたらみたいな、ね、やっぱ思っちゃうんですね。ね、絶対ないですもん。そんな泣きながら面白い。見たかった。泣きながら言ってました。見たかった。でも写真撮ってくださいって言ってるとこ見てて、よかったねって思って。そうなんですよ。拍手してたら、ウエストでした。何の拍手って言われて、相談されてたんですよって言ったら、めっちゃ嬉しそうだった。嬉しそうでしたよね。嬉しそうだった。マキコさん嬉しそうでした。今さっきショールームでマキコさんへの愛は語ってたよ。面白い。みんな語ってる。でもやっぱりリカちゃんもアイヤさんに結構マキコさんの話多分一番してると思うんですよ。で、本人に言う前から聞いてたもん。いやでもなんかすごい嬉しがってました。アイヤさん優しいって。でもね、こういうのにね、ファンの人も付き合ってくれるから、面白くしてくれるから。ありがとうございます。ファンの方本当に優しいですね。このオタ同士が来たら。すいません、私はオタクじゃないんですよ。そうなんです。オタクじゃないんですよ。オタクじゃないんですよ。違うんですよ。そうです、そうなんです。オタクの好きじゃない。多分リカちゃんも同じこと言います。リカちゃんオタクじゃないですって絶対言います。オタクじゃない。今オタクじゃないです。リアンとサンちゃんのコラボしようとしている。サンちゃんってカノンちゃん、コラボしようと。絶対それマキコさんの話するためですよ。コラボは澤田カノンちゃんってさ、コント劇出てた子だよね。あ、そうです、そうです。だからなんかさ、言ってなかった、仲いいからみたいな。そうなんですよ。なんか、マキコさんと一緒になんか、なんで、すごい、聞いてました。どうやったらマキコさんと仲良くなれるのって聞いてましたもん。それはもうあれなんだね。なんか嫉妬して言えないとかじゃなくて、ちゃんと正々堂々と聞きに行くんだね。でも最初はちょっとなんか、嫉妬してました。悔しいみたいな。ま、なんか、カモンちゃんいいな、みたいな。なんか最後、写真を撮った後に、うん、なんかすごいリカちゃんルンルンだったんですけど、うん、カノンちゃんとマキコさんがおしゃべりしてた時に、なんか、軽くなんかちょっとハグみたいなのしてたの、リカちゃんが見ても、それでもう、テンションがすっごい落ちてましたもん。重症、重症。え、重症結構、でなんか帰りのバスの中で、マキコさんと一緒だったんですよ、リカちゃんが。うん、で、ずっと喋ってて、よかったね。なんかもう重症だねって言われてました、本人から。喜んでる。サンちゃん逃げてってコメント。いや本当にガチ、もうファンオタクじゃないのでね。だってもともと好きとかじゃないんだもんね。あ、リカちゃんもともと好きじゃなくて。ね、私も SK 入る前知らなかった。本当に行かれないか不安なんですよね。いいでも。そんなことないよ、エゴさんは。もっと好きになってって感じじゃない？エゴさんってイメージだけど。いや、もう本当になんか見るたびに好きになるので、なんかアーカイブ見るたびにもう好き、うん、好きってなっちゃいますね。ねえねえ、ラムネの飲み方公演のさ、皇帝の声になって2曲目の曲の、はい、あの犬のナオさんが超可愛いから見て。わかりました、見ときます。見ときますね。もう本当に可愛いの。ワンワンって言うんだけど、本当に可愛くて、はい、私はあそこからも先に進めなかった。本当に可愛い。あ、めっちゃ、見ときますね。本当に可愛いから見てね。なんかモニターでは見てたんですけど、なんか犬のは。けど、そこは見れてなかったので、じゃあ見ときます。見ときますね。可愛いよね。見て。え、じゃあ私も逆に会いますね。はい、お願いします。会いたかった公園の、はい。
リオの革命の2番のエゴさんのパートが可愛いので見てみてください。あ、なるほど。2番のエゴさんのパート。わかりました。え、でもさ、ユニット一緒にやってたよね。あ、やってました、ユニット一緒です。可愛かった、あれ。言おうと思ってた。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます、そんな。なんだこの配信はって。すいません、なんか。でもね、これ、 でもこれにニカちゃんがいたらめちゃめちゃすごいことになってます。また話そうね、3人で。ありがとうございます。ファンの人にも伝えたい。この可愛いところ見てほしい。え、伝えたいですよね。伝えたいです。今何時だろう。今は9時52分です。あ、もうすぐ。私も10時までしかできない。もうそろです。そうなんですよ。でもなんかさ、レッスン、レッスンのさ、動画レッスン V?、うん、で、なんか、一緒に、一緒の、なんて言うんだっけ、フリーみたいな。とか、保存するあるあるみたいな。はい、話してるね。一緒に、近いとこあるあるみたいな。そうですね。GoPro だと、画質がいいので。そうそうそう私は、さっき話してたんだけど、ラムネの飲み方のダブルアンコールの歌割りが一緒のとこを保存したって話をしたら、ミクルちゃんもエゴさんとなんか、近いとこ保存してたっていう。保存してます。あるある。しっかり保存してます。本番どうだった？映ってた？本番は？本番は、やっぱり、自分は真正面向いてるので、うん、顔がわかるんですけど、エゴさん後ろ向くので、顔がわからなくて。あ、そっか。ちょっと残念でした。悲しかったです。ね、難しいよね。映んないもんね。いっぱいいると。そうなんです。愛が重くて画質悪いと。どういうこと？重いんだ。すごい。すいません。コラボ配信に美肌機能がついてる。え、思いました。つきましたよね。うん、なんか最初ぼやけすぎてて何かと思ったら。美肌機能こうだった。じゃあこれからいっぱいできるね。コラボできますね。誘ってください、ぜひ。ね、でもさ、連絡先わかんないからさ、こういうたまたまなんか連絡先がもう交換できるようになったんですよ。あ、そうなの？なったので。あ、なったの？今度会ったらしよう。なりました。え、すごい、よかったね。え、嬉しいです。じゃあエゴさんと交換できるって。ありがとうございます。したいです。でももうさ、あ、あれもありがとうございました。インスタもストーリー、あ、そう載せちゃった。嬉しかった。ありがとうございます。でも12周年終わっちゃったから もうさ、会える機会が、そうなんですよ、本当にないよね。なんだろう、なんだろうね、次ないんです。本当にないよね。ないですね。もうショックですもん。なんかでも公演の練習とかレッスン場しに行くから、たまたま会えたらって感じかな。え、本当ですか？こう、でもね、本当に。会いたいです。悲しい。みんなにずっと会えてたのに、急に会えなくなっちゃって。そうなんですよ。それが結構悲しいです、ね、もう。でも連絡先交換できるなら、いつでも LINE できるし。そうなんですよ。楽しみだね。できます。嬉しいです。はい。でもね、ショールームも時間制限もなくなったし。あ、ね、なくなりましたよね。私は何でも知ってるんだ。私は何でも知ってるんだ。そう、パチ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 。またみんなに会えたらいいね。会いたいですよ。会いたいです。こんな面白い配信初めて見た。嘘、これはみんなから見たら面白いの。それならよかった。面白いですか？皆さん、よかったです。ありがとうございます。あ、あと5分で。あと5分。早い。壇上とか読んでる？いつも。え、読んでないです。なんか名前呼びまでダメなんで。ね、なんかさ、あれだよね。1文字だけもダメみたいになったよね。あ、そうなんですか？本当にダメになった。厳しい。ね。また、それも治るといいですね。ね。治るといいですよね。うん、良きコラボ配信ですって。で、よかった。あ、ミラーボールだ。イェーイ。ねえ、すごい。ミラーボールが。ありがとうございます。ありがとうございます。私たちは、コ
こんな感じの関係です。こんな感じの関係です。はい、こんな感じです。私が1個年上です。ありがとうございます。ちなみに、あ、そうです、あやさんのが年上なんです。同い年感すごいなって思ってました。嬉しいです。話しやすい。嬉しい。イエーイ。楽しかった。楽しかったです。ありがとうございます。渡したいです。ありがとう、配信ありがとう。こちらこそありがとう。ありがとうございます。このままさ10時迎えちゃって大丈夫？どんな感じで切った方がいいんですかね。私はいつも切れるのを待ってる。バイバイ。あ、そうなんですか。切れるんですかこれ10時に。勝手に切れる、10時に。そっちの方がいいんですかね。私はなんか切るのめんどくさいから。いつも待って。そういうことですか？よし、切れたって思って。じゃあ自動的に切れるのを待とうかな。うん。ありがとうございました。見てくれて、皆さん。ありがとうございます。今何時だろう。今は57分です。お、あと3分だ。ありがとう。あとコンビ名考えたいね。私コンビ名本当にないんだよね。誰ともない気がする。何します。募集します。切れるまでの時間募集します。切れるまでの時間募集します。募集します。何かあったら本当にないんだよね。なんかさ、ファッションフォーユーのなんかコンビ名じゃない、なんだっけ、コンボみたいなのがあるんだけど、うん、なんか、なおさんとのコンボがなんか、フルアーヤみたいな。なんでそうなったみたいな。そう。アールン。あやくる。あやくる。あ、なんだろう。かわいいの、皆さん、なんか。かわいい。じゃあなんか募集します。ツイッターに書いててください。募集します。ハッシュタグつけてくれたら見ますね。そうです、名前つけて見ますね。お願いします。じっくり考えてください。お願いします。今時間ないんで、ね、かわいいので、かわいいのお願いします。こんなこれかわいい感じで、かわいいのがいいです。お願いします。かわいいの募集します。あ、そういうことか。お願いします。お願いします。ぜひ。おかみくってやめてよ。なんで私だけ苗字なの。なんか普通のさ名前みたい、一人の名前みたいな。あやるんは可愛いですね。でも確かに大丈夫、あのルーンしか入ってないけど大丈夫。なんか私の苗字、私のニックネームみたいになっちゃう。確かに、あやるん。確かに。なんかありますかね。かわいいやつ。じゃあ皆さんつけといて、ハッシュタグでお願いします。お願いします。もうすぐ切れるかな。切れますね。